鉄道趣味で人生を豊かに溝口駅長の朝ライブです。今日は皆様から寄せられた大回り乗車の体験談を紹介していきたいと思います。えーね、たくさんいただきまして、また、ね、リストがこんなに溜まっております、えー。ちょっと時間の許す限りご紹介していきます。ではもう順番に行きますね。えー、とまず最初は、 えー、大阪府男性の方、サブロさん、えー。何回も大回り乗車をしています。一番最初の時に大失敗をしました。えー、佐賀の参院選で福知山から三田、宝塚回りで大阪に戻ろうとして、途中検察に来られた車掌さんにここはエリア外ですと言われて慌てて正規料金を払いました。その時は持ち合わせがあったから良かったです。 その研究からかなり研究しました、その後はそのような失敗はありませんということでね、書いていただいておりますが、えーまあ、これはちょっとね、残念な失敗だったということですけれども、紙の切符ではね、参院選で、えー、北口山とかね、和田山方面に回ることできませんのでね、えーまあ、検察で見つかっちゃったということなんですが、まあね、もう、えー、失敗に気づいて、まあ、正規料金もお支払いになったということでね、まあ、あのー、 まあ、痛い失敗ですけれども、まあ、それでね、次から気をつけるようになったということだったんで、まあ、ちょっと高い授業料だったとは思いますけれども、まあ、あの、いい経験だったんじゃないかなと思います。えー、以前、王子から和歌山線を通り、和歌山駅の中間改札を通るとき、とても緊張しました。心臓バクバクでした。インターホン越しに係りの方と話し、無事に通らせてもらうことができました。その後、 えー、加古川駅の中間改札を通るときは大丈夫だという頭がありましたので安心して駅員の方に事情を伝え無事に通り過ぎることができました。久しぶりにまた行きたいですということでね、本当に嬉しいですね。えー、中間改札ね、ね和歌山と、えー、加古川駅に中間改札がございます。あと姫路駅にもございますね。IC カードでお回りをするときは姫路駅の中間改札もございます。 えー、やっぱりねあの、大丈夫だと分かっていても、駅員さんとかに大回り乗車してますっていうのは緊張しますよね、えー。ちゃんと分かってる駅員さんだったらいいんですけれどもね、なんかまあ、何癖つけられるといいますかね、えー。意地悪な質問をされたらどうしようかなんていうことをか考えてね、身構えることもありますが、 私自身は幸い今までね、あの、駅員さんからごちゃごちゃと、えー、言われるようなことはなかったんで、まあ大丈夫だろうなと思ってるんですが、皆さん経験上いかがでしょうかね。あのー、まあこんなこと言われたようなんていうことあればぜひね、コメント。では次の方に行きたいと思います。えー、東京都男性の方。 えー、IC カード乗車に関しての運用規則を省述していただき感謝しておりますと、あの私が書いている大回乗車の教科書のことですね、えー。溝口駅長のウェブサイトをきっかけに昨年,の、えー、昨年から大回りに挑戦し、えー、途中から自動改札でのタイムアウトが面倒なので、えー、回数乗車券に切り替えたりして、えー、昨日までに185回の大回り乗車をしました。<laughs> すごいですね。 <laughs> ちゃんと履歴を取ってるんですね。えー、ガイドにある経路図は毎回の旅の必需品です。えー、今回教科書になって経路図の池袋赤羽間が実践で結ばれたのでちょっとほっとしました。大回り旅が池袋起点になることが多く最強線のこのラインは必須です。ということでね、えー、書いていただいております。えっ、ー、と、ちょっとね、えー、っと、 外路の経路図がね、ちょっと以前間違ってたんですね。えー、それちょっと修正しております。はい、えー、東京都の米田さんという方でした。ありがとうございます。えー、っと、次は兵庫県あやちゃんからいただいております。 えー、神戸市に住んでいるので、もっぱら、尼崎、伊勢での大回りを2度ほど体験しています。ただし、この場合、ルートが限られるので、今後は大阪市内発着で関西圏を楽しみたいです。ということで、そうですね、まあ、神戸方面からですと、紙、まあの切符の場合、えー、加古川線と福知山線を通るという経路しか取れないので、えー、コースが限られてしまうんですが、IC カードをお使いになれば、 えー、万端線の方から福知山を回ってね、京都とかにも抜けることができますので、えー、ぜひね、IC カードの方も挑戦してみてください。えー、お次は、えー、滋賀県、えー、パパちゃんから頂い,いております。えー、っと、自動の料亭表を作成して、えー、特急新幹線にも乗ってみたいと書かれています。 えー、京都からの帰り道に何回か琵琶湖大回りで帰ったこと、大阪に向かうときに、えー、京都から奈良線学研都市線経由で向かったことがあります。えー、奈良線和歌山線経由でも大阪に行ってみたいです。ということでね、徐々に、えー、エリアを広げていっている特注ということでしょうか。ぜひぜひね、まあ、ちょっとずつ、あのーね、行動範囲を広げていくというのが賢いやり方じゃないかなと思います。 ありがとうございますお次は、大阪府男性の方、奥さんですね、ありがとうございます。大阪から天王寺へ移動する際に、大阪環状線や大阪メトロを利用して直接に移動するのではなく、大阪、京都、奈良、天王寺というプチ大回り乗車をよくやります。 約20分で移動できるところ2時間を要しますがちょうど良い時間つぶしになります。鉄道ファンとしては JR 奈良線の複線化工事の進捗を確認できるので一石二鳥ですといただきました。そうですね、奈良線がね、今複線化工事真っ最中で、来年のダイヤ改正からですかね、えー、ほぼほぼ全,全工事区間が完成になるんでしょうか。えー ね、えー今、今まで単線だったところがね、克服されているのを見ることができます。えー、次は、えー、大阪府女性の方、ミミさん、えー。毎回楽しみにしています。いつも呼び,が呼びに逃げですみませんっ、ね、て書いてますね。そんなことございません。<laughs> はい。えっ、ー、と、改札の外に出られる方法もワクワクです。<laughs> ということで、えっ、ー、と、メルマガの方でね、えー、例えば、えー 改札外乗り換えができるね、えー、駅であったりとか、あるいは代行バスがね、臨時運行されるときは駅の外に出れますね、なんていうお話を書かせていただきました。えー、っと、まだ大丈夫かな。はい、次いきます。えー、奈良県男性の方、日ッさん。えー 神券と IC カードでそれぞれできることとできないことがや、えー、っているのは非常に参考になりました。以前から大回りで新幹線に乗るのは実践していましたが、最近はこれの応用で、えー、乗り換え券、えー、乗り換え券売窓口で入場券を購入して新幹線ホームに入っています。今回、行き止まり駅に行けない話がありましたが、同じ駅で、同じ理由で別ッド乗車の 往復券を購入しておけば実現できます、えー、知恵袋では否定的な意見が散見されますがその人たちはこれを否定するなら大回り乗車も否定することになることに気づいていないようですということでね、まあ、知識がなければなんだろう自分が知らないことは全部 <laughs>、えー、ダメだと <laughs>、えー、いうような、ねまあ、極論もあったりしますけれども、まあ、もちろんねあのこれが問題であるならばあの毎回駅見に捕まってね、えー、罰金といいますか 通常の運賃を払わされるということになっているはずですが、そんなことございませんので、えご安心ください。まあ、こちらの方が書かれているのは、えー、大回り乗車の途中でね、新幹線駅で入場券を買って、で、新幹線ホームに入って、また大回りに復帰するというようなやり方をされているということですね。えー、まあ、あのー、関西であれば、大回り乗車の途中に新幹線組み込めますけれども、 まあ別に乗らなくてもいいやと。見るだけでいいや、写真撮るだけでいいやという方は、こういうやり方もいいんじゃないかと思います。あと、行き止まり駅に行く方法ということでね。まあ、あの、結局、まあ、あの、切符を、あの、ベッドを購入すればですね、行き止まりまで行って、買い続けて、また買い直せばいいと。まあ、買い直すか、まあ、往復券持っていれば、まあ一応ね、出るときに説明すれば問題ないとは思いますけれども、まあ、あの、一枚の投資の券としては行くことはできないということですね、になります。 えっと、お次、えー、大阪市女性の方、えぇ、ー、舞子さん。えー、っと、大回り乗車をしてみて、いかに次の乗り継ぎ時間のロスを少なくするかが大事だと思っていますというふうに書いてありますね。うん。あの、まあ、時刻表とかね、乗り換え案内を上手に使ってですね、ね乗り換え時間がまあ、あんまり30分とか1時間とかになっちゃうとね、えー、改札の中に何もないと非常に退屈しますので、えー そこら辺はね、気をつけたほうがいいと思います。お次は、えー、栃木県匿名希望の方、えー、慣れないとプランづくりは大変なので、地域別モデルコースは参考になりました。ということで書いていただいております。あと2組ぐらい行きましょうか。えー、大阪府女性の方、匿名希望ということで、 えっと、そろそろまた大回り乗車体験をしたいと思っていましたが、勤務形態の変更があり、もう少し先になりそうです。琵琶湖一周や雪景色を見に行けたらなと思っております。そうですね。ちょうどもう、どうでしょうね。湖北の方は雪が、えー、山の方とか平地も積もってるんでしょうかね。えー、私も久しぶりに行ってみたくなりました、えー。今回の大回り乗車の教科書に IC カードを使用する方法も載っていたので、また新たな挑戦もしたいと思います。 本当にありがとうございますということで、はいいここちらこそありがとうございますえ、えー、と最後、えー、茨城県の方ですね、男性の方、匿名希望ということですね、えー、各地での大回り乗車と駅、駅中、えー、の、えー、食べ飲み歩きをしたいということで、書いていただいております。そうですね、あ関東であれば、駅中も充実しているので、大回りしながらね、あちこちの駅で、えー、食べたり飲んだりということを楽しめるかと思います。 えっと、今日はここまでにしましょうか。たくさんの、えー、投稿、えーアンケート、アンケートにね、ご協力いただきましてありがとうございます。えー、っと、まだまだ、えー、まだこの紙で7ページぐらいございますので、まあ、ぼちぼちと紹介していきたいと思います。はい。ということで、今日は皆さんからいただいた大回り乗車の体験談をご紹介いたしました。また、えー、っと、まあ、明日もやるかちょっとわからないですけれども、引き続きね、 えー、ご紹介したとういいと思いますのでお、えー、私が発行しております、大回り乗車の教科書、えー、ダウンロードして、えー、ぜひね、読んでいただいて、その感想を、えー、アンケート、フォームの方に投稿よろしくお願いします。えー、もしまだ、あの、私の大回り乗車の教科書持ってないよという方いらっしゃったら、後ほど、えー、私の溝口駅長のページの方にね、リンク貼っておきますので、そちらからぜひご覧になってください。ということで、 え今日はここまでにしたいと思います、えー、寒い日が続きますが皆様良い一日を